キニー軍はアメリカ合衆国テキサス州の南西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3598人であり、2000年の3379人から6.5%増加した。軍庁所在地はブラケットビル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。キニー軍は1850年に設立され、軍名は 初期開拓者のヘンリー・ローレンス・キニーにちなんで名付けられた。キニー軍となった地域に最初に人類が住むようになったのは6000年から1万年前のことであり、その後、リパン・アパッチ族、メスカレロ・アパッチ族、コアウィルテク族、ジュマーノ族、タマウリ・パス族、トンカワ族、コマンチ族などのインディアン部族が入ってきた。これらの部族は川やクリークに沿った岩陰に住み、その後には、 人工物、貯蔵された種、道具、墓所、岩国へを残している。1665年サルティーヨの市長フェルナンド・デ・アスキュエが遠征隊を率いてこの地域を通過し、リオグランデ川を渡った最初のヨーロッパ人になった。フランシスコ海修道士、マヌエル・デ・ラクルスが1674年にこの地域を探検した。百七十五年、フェルナンド・デル・ボスクが ヌエストラスラデグロダルーペの町からリオグランデ川を遡る遠征隊を率いてこの地域を通過した。ボスクはフランシスコ海のフリアルス・フアン・ラディオスト・ディニシオ・デ・サン・ブエナ・ベンチュラを伴っていた。1688年、アロンソ・デ・レオンが現在のブラケットビル近くのコア・ウィルテク族の中にフランス人探検家でラサール体験隊の脱走者、ジャン・アンリュがいくらか 精神的に混乱した状態でいるのを発見した。その場所は、アナカチョ山の中と考えられている。18世紀の後半、この地域の中心部近く、ラスモラスクリーク沿いに、フランシスコ海の者たちが集落を設営した。1834年、イギリス人と地頭機家のジョン・チャールズ・ビールスと、ジェームズ・グラントがその地にトロレスと呼ぶ英語を話す、人々の村を作ろうとした。 通りの区画が決められ、59人の開拓者が入って、来たが、その計画は途中で放棄された。1850年、テキサス州議会が、ベア軍の一部から、キニー軍を設立し、ヘンリー・ローレンス・キニーにちなんで名付けた。1852年6月、ラスモラス・クリーク沿いに、アメリカ合衆国陸軍が、クラーク・トリデを設立し、米北戦争で戦死したジョン B ・クラークにちなんで、 名付けた。1852年、ブラケットビルの町が設立され、ここに駅場車の停車場を設け、町では最初の乾物屋を開いたオスカービーブラケットにちなんで、まずブラケットと命名され、後にブラケットビルと改名された。ブラケットはサンアントニオからエルパソに至る駅場車線の停車場になったが、インディアンの攻撃が続いていたために、 当初の発展は大変ゆるりだった。1875年には町で最初の郵便局ができた。1861年2月18日、アメリカ合衆国陸軍デイビット e クスの命令でクラークトリデはテキサスコミッションに降伏した。イクスはこの行動でアメリカ合衆国から解任され、その後は南軍に従軍した。3月19日に、 アメリカ軍が砦から出て、南軍のジョン・アール・ベーラー大佐が指揮する部隊が占領した。この砦は南北戦争の終戦まで南軍の支配下にあったが、守備隊は駐屯しなかった。1866年12月、連邦軍の砦として再建された。1872年初期、国境近くに住んでいたブラックセミノール・インディアンが石膏隊として組織化され、 クラークトリデに入った。他にも加わるものがあり、1870年代半ばには、総勢が400人ないし500人になった。その後19世紀が終わるまで、ラスモラスクリーク定員の居留地に住んでいた。1914年、ブラックセミノールは、クラークトリデの居留地から排除されたが、その子孫のいくらかは現在でも軍内に居住している。1872年、 クラークトリデにセビノールインディアン石膏の墓地が作られた。キニー軍は1874年に組織化された。1875年、最初の軍政府が置かれた。1876年、テキサス州議会が軍の協会を最終的に決定した後で、ブラケットビルが軍庁所在地に指定された。1870年、軍内には、 牛が14,846頭がおり、1870年代の牛追いの時期には大量の牛が北方に向けて動かされた。1880年までに羊の数が55,597頭となって、牛の7,966頭を上回り、気に入り群は羊毛の重要な生産地になった。1883年に、 ガルベストン・ハリスバーグサンアントニオ鉄道が開通して、キニー軍の羊毛とモヘアが市場に運ばれやすくなった。これと同時に多くの開拓者が入ってくるようになった。1925年、テキサスニューオーリンズ鉄道の支線がスポットホードの近くから建設され、リオグランデ川でメキシコ国有鉄道とをつないだ。世界恐慌の時代、クラークトリデ近くには、 市民保全部隊の大規模キャンプが設営され、地域の人々を雇用した。第二次世界大戦が始まると、ヨ毛モ友部屋は、防衛産業での需要が増した。クラークトリでは1846年に閉鎖された。1950年代後半、ジェームズ・ D ・ハッピー社班が、ブラケットビルに近い牧場にアラモビレッジを建設し、1960年の、ジョン・ウェイン主演で著名な映画、 アラモが撮影された。この村は観光地として保存され、その後も数多い映画やドキュメンタリーの撮影場所として使われた。1969年、ハッピー社班は18歳のジョニー・ロドリゲスを雇ってアラモビレッジで歌わせたことが契機になり、ロドリゲスはスターダムに押し上げられた。百九十一年、隣接するエドワーズ群にもまたがる広さ六千四百エーカーの キカプーホラーアナ州立公園が公開された。2002年、軍民投票で、キニー軍地下水保全地区が承認された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1365平方マイルで、あり、このうち陸地1363平方マイル、水域は2平方マイルで、水域率は0.14%である。キニー軍の西部は、 リオグランデ川でメキシコとの国境になっており、多くの支流がリオグランデ川に注いでいる。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。